はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルイージです。今回は、信長の野望創造戦国志伝、小野正嗣でのプレイ、続きをやっていきましょう。でですね、前回までに、畿内を完全に平定を進めました。で、すでにもう今川に対して戦力的には圧倒的有利ですね。今川は関口に代替わりをしていますが、西から大友家、拠点48、武将147、兵数74万。で、旧今川家、現関口家ですが、こちらは拠点57、武将数は597と圧倒的ですが、兵数が77万ですね。北条が96万というところですね。我が小野家は145万ということで、往年の今川に匹敵するぐらいの勢力を誇っています。で、今回は中国地方をさらに制進しつつ、四国にも上陸を仕掛けていきたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。特に四国の方はですね、いわゆる敵の反攻にあっていて、せっかく取った松水城が危ないので、松水城に対して増援、五詰めですね、を派遣しているという状況になっています。この辺りで道館に一つ家を建てさせましょう。でだ、外交状況を確認しておくと、北条の外交が62か、残り3ヶ月だとどうだ？北条に対して残り3ヶ月あれば70まではいきますね。であれば12ヶ月の同盟が結べるので、工作を仕掛けておきましょう。粕山清が討ち死にか、どこでだ？鳥取城が危ないのか。そうなると鳥取城に増援を出してあげる必要がありますね。間に合うか、鳥取城に。石川隊が鳥取城に向かってますけど、間に合うかどうかと言われるとちょっと微妙だな。急いで鳥取城に救援には向かってもらいましょう。松水城も危ないね。で、鳥取城は落ちたか。ただ、このまま鳥取城を奪われたままというのも癪に障るので、せっかくなんで、ここは鳥取城を攻略して、敵のここにいる、総勢6万ぐらいの部隊になってると思うんですけど、この6万ぐらいの部隊を一気に叩きましょうか。それが叩けるとだいぶ大きいんじゃないかな。で、こっちは瀬戸内海を迂回して長船城を襲いましょう、背後から。松水城の方もちょっと気になりますね、動向が。5着あたりから増援が出ればいいんですが、武将が入ってないな。よし、吉田城は落ちましたね。そしたら吉田城を攻略していた部隊は、いっそ桑野城に上陸をかけましょう。四国への同時多方面的な作戦行動ですね。これでケリをつけに行きましょう。
で、山陽地方の方ですが、岡山城、備中高松城あたりまでは一気に攻め落としたいところだけどな。で、ちょっとこの辺りがスタックしているので、これを迂回させて、三井市場の防衛に当たらせつつ、長船城を狙いましょう。で、鳥取城の方は取り返せるかどうかというと、ちょっと微妙な情勢だけどかなりの大部隊が向かっているので、まあなんとかなるでしょう。刈谷城が落ちたか。こうなると完全に三河は今川の支配から落ちますね。四国と中国地方方面の攻略に全力を尽くしましょう。で、今、長船城の攻略隊が出ていますが、長船城の方には敵の増援。どうでしょうか。総勢約6万っていうところかな、ここも。6万の軍が出ているので、ちょっと危ないかな。で、松水城はなんとか守りきりましたね。敵が引いていっています。で、注目しなきゃいけないのが、この長船なんですが、長船のところはまたスタックしているので、敵をちょっと迂回しつつ、下津城を目指しましょう。で、鳥取城の方はかなり苦戦してるな。ただ、今、前進する部隊と、南から迂回した部隊が、もうすぐ鳥取城に到着するかなというところなので、これが到着すれば一気に鳥取城は落とせるでしょう。鳥取城は問題ないかな。もうすっかり城どんだけ落としたか数えるの忘れてしまいましたけど、今回は。前回はね、20個の城落としましたからね。三井市場がちょっと危ないかな。あと、松水城に敵の増援が出てきているので、これもちょっと対応しなくてはいけないですね。で、下津城の方もだいぶ兵糧的に厳しい状態になっているので、一旦部隊を引きましょう。室津まで一旦兵を引きたいけど、引かしてはくれなそうだな。そしたら、観音寺に集結している部隊を、岡山城へ向けましょう。我が方の城、包囲されました。我が方の城。
奪われました。三井市場が持ちこたえられなくて陥落したか。三井市場の方はそうなると一旦兵を引かなきゃいけないかな。で、弓木竹部山にいる部隊を逆に鳥取城に向けましょう。まあ、ここは次々に軍勢を送って敵の消耗を待つ、まあ、そういう作戦ですね。結構この三井市場が固くて前に進めないポイントになっているかなという感じがするので、まあ、ここをなんとか取るべく軍勢を送っていきましょう。近場からガシガシ送っていこう。で、やっぱり同時多方面的に攻めるっていうのが一番効果的なんですよね。敵の戦力が、まあ、その分断されるというか分散されるというか、もちろんこちらもね分散されてしまうので、それが果たして本当にいい策かと言われると多少疑問はあるんですが、まあ、戦力的にこちらが有利であることに変わりはないので、そういう作戦でいきましょう。敵を追い詰めます。よし、桑野城は落としましたね。桑野城を落としたらこのままこの勢いを買って秋に攻め込みましょう。三井城は取り返せるな。鳥取城も大丈夫かな。落とせそうですかね。一旦戦力的にはなんとかなりそうかな。あとは軍がある程度整っているところからは、増援として部隊を出していきましょう。戦場へ向かってもらいましょう。で、この時もなんていうのかな、この七尾城とかに抑えの兵も残しておく必要正直ないかなと思うので、もう能登半島とかからね今川が攻撃を仕掛けてくるだけの余力があるとも思えないしね。堀秀治隊さらに8000を出しましょう。こんなところかな。あとは信勝にも出てもらって、大谷義次にも出てもらいましょう。津山城の攻略です。これくらいでいいでしょう。あとは駐屯させている部隊がいるので、これらを木を見て投入していきましょう。まずは稲葉山に詰めている部隊、これが総勢3万ぐらいの軍になっていると思うんですけど、ここは何といっても真田幸村と正幸がそれぞれ1万人以上の軍勢率いている、まあ言ってみれば精鋭部隊なので、ここはねかなり期待してます。三井市場は取り返しましたね。さらにキオスと名古屋に集結している部隊も、送り込んでいきましょう。これはそうだな、蘇合城が結構硬そうなので下津にしましょう。どこが落ちたんだ。城が落ちたわけではなさそうだな。承知いたしました。承知いたしました。さあ大垣城に詰めている部隊は、そしたら伊沢城へ。
で、鎌場に詰めてる部隊、これ総勢4万ぐらいの軍勢になってる感じかな。これをそしたら、八橋城へ。乙葉城に詰めてる部隊は、さらに精進して、米子に向かいましょう。で、観音寺にいる部隊は、さらに、高田城方面へ向けて出陣。出るぞ。手取り城が落ちましたね。これで紀伊半島一帯からも今川の部隊、城はすべて打ち払いましたね。長かったけど、長船も落としたか。かしこまりました。承知。承知。もうこの辺りは完全に今川をただ単にいたぶる、駆逐するだけの戦いになってるな。秋城としたね。徐々に四国にも我が小野家の旗がひらめき始めてるな。津山城はこのまま行けば問題なく落ちるでしょうというのを前提に、高田城方面にさらに進軍しましょう。いやー、ここまで来るとなんか脆いな。承知いたしました。あんだけ苦しめられた今川がこうも簡単に崩れていくんだな。そしたらですね、取った城を明け渡していきましょうか。明け渡していくっていうか、その統治を任せていきましょうかですね。まあ、今回は滝川家に全て任せちゃいましょう。うん、信長でしたね。で、配属で、足りていないところがあるんで、じゃあここは道館の家に与えましょう。道館がどこにいるかというと、道館は、埋もれちゃってて、ちょっと見つけられないな。しょうがない。じゃあここは滝川に任せましょう。もうね、武田、我が小野家は、滝川と信長に完全に支配されてるようなもんですからね。城の数でいうと直轄は稲葉山のみ。そしたら今八橋城方面にはまあちょっと部隊がスタックしちゃってますけど、しょうがないですね、ここばっかりは。で、高田城の方も攻略に入っているので問題ないでしょう。で、岡山城は激戦中。なるほど。で、下津井城も激戦中ですね。引田城は包囲不完全になっているので、伊沢城を攻めた部隊で増援を出して引田城を落としましょう。承知いたしました。じゃあいよいよこの有岡城周辺に展開していた部隊を出していきましょう。この虎の子の温存していた部隊を四国、
中国地方方面に惜しみなく投入しましょう。どういうことで、この引田城にいる部隊をただ単に進めたいだけなのに、遠すぎますって言ってくる意味がわからないね。しょうがない、どうしてもそっちに行きたくないってことだな。じゃあとりあえず伊沢城に移動だけさせましょう。で、下津井を攻めた部隊は、これは新編城でいいのかな、ちょっと読み方だけ確認しましょう。神鍋城ですね。神鍋城攻略に向かいます。高戸城は落ちたか。高戸城を攻めた部隊は、じゃあこれは新見城で合ってるかな、新見城ですね。新見城に進みましょう。岡山城が思ったより硬いですね。勝家が死んだか。正豊も死にましたね。で、岡山城が思ったより硬くて手こずってんだったら強行しましょう。門を破るのだ、我が戦お見せしましょう。敵将捕獲した。お任せください。承知しました。力を合わせ戦い抜くのだ。敵を追い詰めます。敵将を捕らえた。お任せを。かしこまりました。いやー、かなり順調に来てるな。かしこまりました。かしこまりました。かしこまりました。ま、結構被害も出ている感じはありますが、ここは数で物を言わせて一気に攻め立てましょう。で、一部の部隊を総合城に振り向けましょう。方位不完全になってますね。備中高松城、備中松山城あたりは少し兵の数が足りてないかな。備中松山城に増援を出しましょう。新見城を攻めた部隊はそのまま、これは何て読むんだろう、ヒグマ山城、ヒグマ山城に向かいます。で、一部の部隊は沖縄山城へ、沖縄山城へ向かいます。で、鳥取城を攻めた部隊もまだ余力はありそう。ちょっと数的に線を切っている武田義信だけ戻して、それ以外はさらに精神合算戸田城へ向けて出陣をしていきます。おお、いつの間にか大友がだいぶ精神じゃない、東に向けて勢力を伸ばしてますね。もうこれは大友との白取り合戦になってきたな、意味合いが。どっちがどれだけ多く早く城を取れるかっていうね、それだけの
戦いになってきたかな。ではさらに兵を出していきましょう。大友に負けてられない。白取りゲームになってますからね。どんだけ早く多く城をもぎ取れるか。備中高松城も落ちるかな。落ちたね。さあこっちの方もどん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 兵が進んできているので、朝倉山城へ向かいましょう。お任せください。承知いたしました。承知いたしました。承知いたしました。この戦、我らの勝ちだ。ちょっとこの辺りはさすがにもう兵がいないので返しましょう。まだ元康健在か。邪魔くさいね。今さら囲まれるか。岡山署か。増援が出せるところがあるかというとないんだな。これはちょっと迂闊でしたね。まさかまさかだな。岡山城が落ちるってことはないとは思うんですが、いずれにしても周辺が完全に兵力の空白地帯が生まれてるな。弓木城から岡山城間に合うか。まさかまさかですね、赤松がここでこちらにこの木に反旗を翻すとは思わなかったけど。そしたらちょっと武将の数が足りてないので、四国方面と中国地方方面で分けましょう。信長と滝川に与える城を分けていきます。各城に一人入れられるか入れられないかぐらいしか武将の数でいうと足りてないので、なんとか間に合いましたね。岡山城はこれで大丈夫でしょう。藤高が出てるので、藤高であれば十分に守りきれるでしょう。いや奪い取れるでしょう。承知いたしました。承知いたしました。
ご命令を報告いたす。報告いたす。はい、では時間もいい時間になりましたので、今回は一旦ここで終わりにしてですね、まあ、次回は今川の息の根を止めて、最終回になるんじゃないかなというふうに思いますが、次回最終回予定も引き続き、お楽しみにしていただければいいなと思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。